て気持ちがいいものです。でも史上最強のハリケーンが窓の外に見えても嬉しくもなんともありません。今年は大自然が大暴れした年だったので、今日は傘を片手に2022年最強の嵐と洪水の瞬間映像をご覧いただきます。吹き飛ばされてしまう前にチャンネル登録と通知をオンにしましょう。船が嵐に巻き込まれたのでしょうか。違います、これは船ではなくハリケーンイアンに襲われた家なんです。その風時速 250km です。元カノが魔女であなたの車に竜巻を送り込む確率は低いですが、ゼロではありません。お時間ハリケーンイアンの目に入るとこうなります。地元の人は過去30年間にここまでの経験をしたことはなかったそうです。山の天気がこんな風だといつ土砂崩れが起きてもおかしくありませんが、だからといって土砂崩れの準備ができているわけではありません。ガムテープで家を守れると思っていたようですが、今その楽観思想は頭から消えつつあります。鉄のドアもハリケーンには勝てないからです。ハリケーンイアンはこうやって一瞬にして家を浸水させました。避難指示が出たら従いましょう。この家族の楽しい週末は竜巻がスミス島を時速180キロで通過した時終了しました。カメラマンが撮影場所に到着した時、まさか自分がハリケーンを最前列で見るとは思ってもみませんでした。幸いここで怪我人はいませんでした。ハリケーンフィオナがカナダ史上最も高額だと言われる理由がわかります。ご覧ください。嵐の中ビーチで非常に珍しい現象が目撃されました。パラソルの大移動です。そしてビーチからの避難も最速です。時にはハリケーンが良い結果をもたらすこともあります。例えばただ飯です。宅配サービスもあります。インド版テスラスーパーチャージャーはこんな感じ。こっちの方が強そうです。一方こちらは稲妻を越えたゼウスのレーザービームです。撮影者は大雨で車が流されることに驚いていましたが、大自然はさらなるパワーを見せつけます。冬になると車はこうなりますよね。でも中はどうでしょうか。自動車保険は適用できますか。洪水の後にやってくるヒーローがこちら。そして街を元気にするコンビがこちらです。今年インドネシアの人が雨で予定をキャンセルしている理由がこれです。テキサスの人はよくわかっています。フロリダの男たちは特別なようです。生まれた時からすでにハリケーンの戦士だからです。目の前で住宅ローンが流れていく様子に言葉も出ません。この日カンザス州の小さな町アンドーバーの名が知れ渡りました。奇妙なトルネードのせいですが、喜ばしいことではありません。Oh, you can hear it. Holy shit. この巨大な竜巻は町の建物を100棟近く破壊しました。街
町で一番古いこの木はいろいろなことを経験しましたが、ストームエニスは別格です。激しい雷雨で川が氾濫し、ベネズエラのある町が飲み込まれます。問題はその川が町のすぐ外側を流れていることです。運転手は建物の中へと運よく避難できたので、今日で破壊される愛車を見ることができました。しかしインドネシアのこの人はそう幸運ではありませんでしたが、車が守ってくれました。一方こちらの車は違います。ロズウェルまであと5分だ、突き進もうとでも考えたのでしょう。幸いフロントガラスだけで済みました。パラグアイでちょっとした砂嵐はよく起こりますが、今年はアヨラス全体を飲み込むほどの威力がありました。そしてこれが昼の1時の様子です。ギリシャで突然鉄砲水が流れ込み、配達のバイクが巻き込まれてしまいました。彼は無事でしたが、荷物はそうでもなさそうです。バーレーンにあるこの豪邸はリフォームを終えたところでしたが、一から建て直すことになったのは言うまでもありません。相手が誰だろうと関係なく、嵐は何でも吹き飛ばします。命がけの戦いです。この男性は今夜会社で寝ることになりそうです。パキスタンのある町のスーパーは崖崩れの防止対策をしたところでしたが、崩れたのは想定外の場所でした。この日は重たい天気だっただけでなく、屋根が軽く吹き飛ぶ日でした。彼女は今後雷雨の日には二度と窓から手を出さないでしょう。これはマーベル映画ではありません。ハリケーンアイダがニューオーリンズにもたらした水の壁です。日本に台風が上陸した時の高波が気になるならこちらをご覧ください。想像以上です。これが嵐の前の静けさでしょうか。たった5分の強風の後、ギリシャの沖合に巨大な渦潮が出現しました。クラーケンでも出てきそうな勢いです。ベネズエラで川が氾濫し、水が近くの町を襲います。瞬く間に浸水する様子からその威力が伝わってきます。巨大な竜巻がアンドーバーに出現し、まっすぐ市役所へと向かいます。しかし奇跡的にも直前で向きを変えました。ブラジルのこの町ではものすごい勢いで木や車が押し流され、おのずと自宅待機したくなります。排水溝は大雨で役立つと思いますか。たくさんの排水溝がある韓国の町をご覧ください。ディーラーから続々と車が流れてきます。次に向かう先はネイモアのガレージです。この日アンドーバーの高速道路は初めて渋滞以外の理由で閉鎖されました。でもこの黒い車は何か重要な用事があるようです。そしてロンドンでは強風が巨大なクリスマスの飾りを吹き飛ばし、一瞬にしてクリスマスムードに包まれました。
その家にはプールはありませんでしたが、それもこの日までのことです。そしてこの家にはハリケーンイアンが直撃します。窓を開けて台所から水を流そうなんて考えは通用しません。オーストラリアのディップフォールズという小さな滝ですが、小さかったのは洪水の前の話です。実際オーストラリアに安全で小さいものはあるのでしょうか。ここにはいつも高価なヨットが停泊していて、ハリケーンの前にはトレーラーで運ばれてきていました。ヨットも危険が迫ると身を寄せ合うようです。大自然はこうやってガソリン価格を変動させます。チェリーグローブにある古い桟橋は長年多くの波に耐えてきましたが、ハリケーンイアンとの戦いには勝てませんでした。幸いここには誰もいませんでした。洪水より嫌なものといえば新しいお客です。 Oh my god。土砂降りの雨で地滑りが起きてしまいましたが、肝が据わったショベルカーのドライバーを動かすほどではなかったようです。ヤシの木と太陽の街フロリダですが、ハリケーンイアンが南極に変えてしまったようです。だからトイレは左ではなく右側に設置したんですね。砂の惑星を舞台にしたインターステラーの続編ではありません。中国で発生した砂嵐です。映画で宇宙人が着陸するのはアメリカです。でも現実に着陸するのはキューバです。こんな雲を目の当たりにして冷静でいられるわけがありません。インデペンデンスデイの宇宙船が飛び出してきてもおかしくない状況です。少し風がありますが、間もなく離陸しますという状況を想像してください。私ならチケットがいくらだろうとすぐに空港を出ます。フロリダのマトラチャはいつも違う理由でニュースに取り上げられます。フランスのこの街の天気はどんよりしています。でもそれはこの始まりに過ぎなかったのです。先頭の男性はみんなが走る理由が分かりませんでしたが、ハリケーンの前は気性の荒い犬がいて危険でしたが、状況は変わり今は気性の荒いサメが占拠しています。今日は以上です。もう傘はしまっていいですよ。皆さんの悪天候での体験談をぜひコメントで教えてください。考えている間にいいねとチャンネル登録もお忘れなく。次のビデオでお会いしましょう。